どこかずっと1年近く何かしなきゃっていう気持ちと、自分の中で何ができるんだろうっていう、 こう葛藤みたいなのがあって、でこの便所だったらもしかして自分の力で何かできるのかな、でやることによって誰かをっていう気持ちより多分自分で変わっていこうっていう気持ちの方が強かったんですね。情報が少ないところってやっぱりあると思うので、そういう人たちの声を拾えるような活動にはしたいですね。最後に意気込みを一言お願いします。変えていきます。